どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、今回はですね、福山雅治さんの歌で、ともえ学園。こちらの曲をこの小さいウクレレでガズレレ流簡単バージョンでやってみようと思います。こちらの曲はですね、黒柳徹子さんを題材としたドラマがあったそうで、トットちゃんの主題歌。こういうことですので、もう皆さん、もりもりやりましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナルアレンジのショートカットバージョン、簡単版。後半は、ちょっと感じ、アコースティックでこう、ね、感じが出るようなかっこいいバージョンやります。はい、2パターン最後まで、2バージョンご覧になってください。さあ、大好きな曲、思い出の曲、心を込めて歌いたい曲、いつも聴いてる曲をね、今度自分で弾いて歌う弾き語り、これぜひやってもらいたいです。本当にね、最高なんです。音楽聴くのいいけどやる方がもっと最高です。はい。で、ピアノとかギターとかも、かっこよくて素晴らしくていいんですけど、ウクレレがね、もう最も簡単なんですよ。音楽を諦めていた楽器無理無理っていうあなたも、ウクレレだったら助けてもらえますよ。ゲーム4音しかなし、簡単です。で、ただ簡単なだけじゃないですよ。めちゃくちゃ奥も深いんで、すっごいハマれて仲良くなります。ハマっちゃうと思います。はい。ね、本当にね、楽しいんで、ぜひ始めてください。今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルを見ているだけで、どんどん楽しく音楽ができるようになります。はい。これ YouTube チャンネルですからね、いつでもどこでもスマホでも見られるし、無料で見られるわけですから、もう気軽に音楽始めましょう。はい。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りにウクレレ触りながら、動画見るだけで、あれ、私今弾けちゃってんじゃんってすぐになりますからね。じゃあリンクあります。いってらっしゃい。クリック！いってらっしゃい。そこには私がすでに取りためた700曲以上のありとあらゆる音楽のウクレレレッスン動画。超簡単バージョンです。これびっくりするぐらい簡単ですから。ぜひ皆さん探してみてください。さっきのリンクのところ下の方に行くと検索できたり、ジャンルボックスから探せたりするようになってますんで、最新 J-POP から夏メロから、洋楽からハワイアンから映画の曲からアニメソングからもう何でもありますから。ね。やりましょう。どんどんやりましょう。音楽。はい。ではですね、早速参りましょう。ともえ学園。まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、3。嬉しいのに寂しくなる。楽しいのに悲しくなる。恋に似て眩しかった。思い出すと泣きそうです。今も先生、友達、私の心育ててくれたの。学び屋の日々、ありがとう。電車の教室でお弁当食べて、裸んぼでプールに飛び込んだ夏は、私の心も裸だったんだね。この夏がずっと続けばいいのにな。大好きな映画を思い出すと泣きそうです。今も先生、私の明日救ってくれたの。学び屋の日々ありがとう。せーの、じゃがじゃん。はい、ともえ学園ガズレレ流簡単版ショートカットバージョンでお送りしました。ちょっと長さはガズレレアレンジで2番を、ショートカットしてるんですけど、コード進行全く一緒ですんで歌詞を書いていってください。ちょっとエンディングもここにちょっと足されるんですけど、A メロのメロディーが、使われてるんで、コード進行も。これ全部で自分でこう歌本を書き出してやるのがおすすめでございます。テロップと一緒にやるのもいいんですけど、その次は書いてくださいね。はい。参考になりますように、この私のノートを見ていただこうと。最初 G7 一回弾いてやるのがなんかいいかなと思いました。はい。で、こんな感じです。で、ここね、下に止まると書いてある。これは後半やるバージョンで、解説しますけどね。ここは、曲ご存知の方、ここね、止まるんですよ。本来はね。まあ、今のシンプル簡単バージョンですね。4つ引きでシンプルにやりましたということでございます。じゃあ、この辺メモってください。わかりづらいとこはテロップとね、見合わせるといいと思います。ガズさんはこの波でね、メロディーラインをしたり、点でタイミングを測ったりとかしてるんで、もし参考になりそうだったらやってみてください。ということですね。はい。いいですかね。はい、じゃあ、こっから、この辺かな？この辺は、ブリッジパートですね。電車の教室でってとこですね。ここのね、G7 の盛り上げるとことかね、この辺もちょっとダダダダとか書いてありますけど、はい、後で解説しますからね。はい。で、ここがちょっと、コードをね、下に囲ってるコードは、後半やるかっこいいバージョンですけど、今の G7 で置き換えましたと。あと、ここもなんですよ。Dm で今のをやったんですけど、かっこいいバージョンでは A シャープを使いますということです。はい。で、ここ最後ですね。って感じでやってみました。はい。で、今やったシンプル簡単バージョンはコードこれですね。C、Am、F、Dm、D7、G7、E7、Em7。1,2,3,4,5,6,7,8 個のコードでございます。はい。これはまあまさに勢揃いなんですよね。何が勢揃いか。ドン、こちらです。ガズレレ必須コードというグループ、8個のコードのグループがあります。この8個はね、ウクレレで音楽やりたい人はもう一番最初に一目散に覚えてもらいたい8個のコードなんですけど、入門コードです。1個ずつ見ると押さえるの全て簡単ですけど、はい。これですね、コードっていうのは本来ものすごく何十万何百万個とあって、もうほんと星の数ほどあって、全部覚えようと思ってもそもそも無理なんですけど、皆さんね、このウクレレで音楽始めようと思った方にとっては、この8個のコードをまず超基本で覚えてください。そうすると、結構、いい感じです。ウクレレにとってものすごく便利なコードですからね。はい。以前その8個のコードをめちゃくちゃ頭にスッと入るように解説している、私が解説している動画があります。これで、このコードは勉強してください。ここにリンク貼っておきます。はい。ガズレレ必須コードはここの動画で完全マスター、気楽に覚えましょう。よろしくお願いします。はい。で、今のはシンプルにそれを4つ引きでやったということなんですけれども、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンはコードがね、さっきも言ったんですけど、追加っていうか、アレンジ、します。さっきは初心者コードに置き換えたんですけど、ちょっと2つのコードを使って、さらに漢字を出しましょう。まず1個目、A シャープです。どこに出てくるかというと、ここですね。この A シャープ。これこれ。はい。やってみましょう。押さえる場所。ここと、ここと、ここと、ここです。これを人差し指2つ押さえて、ちょいちょいと立てる。はい。これ、初心者の人はここ2つグッと押さえてちょいちょいがいいと思います。この辺ぐらい反らないとですからね。こういう風になってたら押さえられてないです。こうです。はい。で、ちょいちょいですね。で、ちょっと慣れた人は制覇して1フレット全部押さえて、これでももちろんいいです。はいはい。うまいこと使い分けしてください。この押さえ方の時はここにスペースがないとダメですよ。こうやってやる時も、まあそうですけどね。はい。ギュッと押さえ込む。はい。これが A シャープです。で、もう1個はですね、Fm ですね。Fm も1箇所っていうか2箇所出てくるわけだ。サビの一番最後のところでこことここで出てきますけれども、Fm というコードは押さえる場所。ここと、ここと、ここです。この3つ。なんで、教科書通りの押さえ方するとこうです。はい。で、ガズさんの押さえ方は、この一番上のここの部分を親指で押さえて握り込んじゃう。この握り込んじゃうときにここがね、ぐっとこう握り込んじゃうわけです。こっちの押さえ方のときはこう下にならないと押さえられない。これ、いろいろちょっと使い分けで、どっちがいいってわけではないと思いますので、こっちが教科書通りですね。はい。押さえやすい方でいいと思います。Fm。ちょっと厄介な。はい。この2つのコードを置き換えて、かっこいいバージョンやっています。で、全体的なリズムの弾き方なんですけど、これです。ドン、ガズ、ペジオ。こちらの弾き方はメインでやると思います。こんな感じです。はい。これはですね、どっちかというとピアノを弾いているような感じでできる、アルペジオということで、ガズレレではこの呼び方をしているんですけれども、はい。これが全体を、今度ピートが包み込んでいるというイメージでやります。そしてですね、先ほどからブリッジパートの電車の教室でっていうところあるじゃないですか。あそこだけゆったりした16ビートのチャでやろうと思います。こんな感じです。電車の教室でお弁当を食べて、パンツタスタタンタン、なんじゃかこれ16ビートのチャというリズムなんですけど、これがちょっと難しいかもしれないんですけどね。まあまあ、もし難しかったら8ビートとか4つ弾きでもここいいと思います。変化つけた方がいいと思ったわけですね。はい。で、今回ガズレレのバージョンでは、まずガズペジオと16ビートのチャイやります。この2つの弾き方。ここにリンク貼っておきます。ここのリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚。その中からガズペジオという弾き方の動画で解説してますからね。16ビートのチャというのを、探してもらって、動画と練習してもらいたいんですけど、さっきも言ったんですけど、16ビートのチャっていうのはちょっと奥が深く、8ビートのチャっていうふうに、8ビートをマスターしてからじゃないと16ビートはできないので、動画の中でまずは8ビートから練習してみてください。よろしくお願いします。はい、じゃあ細かいアレンジところ行きましょうか。まず、印象的なのはここですよね。ここに書いてある。止まる、止まる、止まる。ここ、止まるってテロップにも書いておきますけど、ここがかっこいいんですよ。ガズペジオをやりながら止めるって感じです。ここね、嬉しいのに、2で止まる。いい？その次ね、寂しくなる、るで止まる。ちょっとやってみます。ワン、ツー、スリー。嬉しいのに、止まるでしょ？寂しくなる。こんな感じでいきます。楽しいのに、最初の1回だけ、悲しくなし。こんな感じですね。これはね、案外。難しいですよ。嬉しいのに寂しくなる。こんな感じです。楽しいのに最後の言葉にコードが1個パッて切っていくということです。止まる。これね、前半で出てきますから。で、サビ、A メロからサビまでガズペジオで弾いてきて、このサビの、後なんですけど、この C のブリッジパートに行くつなぎのところでだんだん16ビートって盛り上がってきて、ここから16ビートに入っていくという形になりますね。で、ここのブリッジパートの一番最後のところで、いいのになーって上がるんですけど、ここのところ、だんだん G7 でもだってだんだん止めて、パッとこう空白、無音状態になるというところを作ろうと思います。はい、あとはここまた戻ってもガズペジオで、しっとりとしたこう優しい表現でやってみようと思います。はい、そういうわけで、まあ、心を込めて教室を思い浮かべながらですね、はい、この曲、ともえ学園、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる！ 1、2、3 嬉しいのに寂しくなる、楽しいのに悲しくなる、恋に似て眩しかった恋のより切なかった大好きな気持ち思い出すと泣きそうです今も繊細友達私の心育ててくれたの学び屋の意味ありがとう電車の教室でお弁当を食べて裸んぼでプールに飛び込んだ夏は私の裸だったんだねこの夏がずっと続けばいいのにな大好きな笑顔思い出すと泣きそうで今も繊細友達私の明日救ってくれたの学び屋の日々りがとう。せーの、じゃじゃん。福山雅治さんのともえ学園、ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。やっぱりなんかこう、凛とした感じと言いますかね、こう、学び屋をこう、思い浮かべさせる。最初のAメロの、シのに、この止まる感じ、この空白感、このなんか凛とした感じと言いますか、はい。その辺がいいですね。まあ、我々日本人であれば皆さんね、こう、学校の思い出ってあると思いますね。そういう気持ちと一緒にやるとまた、気持ちが入って気持ちがいいという感じでございます。はい。音楽どんどん楽しんでやっていきましょう。ガズレレ、いろんなことやっております。日本全国津々浦々イベントもやってますからね。あといろんな本出してます。楽譜ばっかりじゃなくて、なんか楽しくなる本、主婦の友とか出してますからね。まあ皆さんチェックしてください。この後ちょっとご案内を流しますんで、ご時間ある方ぜひ見てご覧になってください。さあ、音楽、ウクレレ楽しい方、どんどん周りの方に教えてあげてくださいね。このガズレレ YouTube もどんどんご活用ください。チャンネル登録の方もお願いいたします。はい。それでは今日はありがとうございました。ご案内どうぞ。はい、そういうわけでじゃあガズレレホームページドーンご覧になってください。ガズレレ .com でございます。ガズレレホームページにはいろいろ情報があるんですけど、ひとまずさらっと お伝えしますと、イベント情報あります。はい、こちらです。ドン、6月16日沖縄那覇、6月30日は長野県長野市、7月は奈良に行きます。はい。この時はですね、もういろいろ私の話、いい話聞いたり、皆さんの質問に答えたり、みんなでわーってやってテーマを設けて何かに向かってみんなでやったりで、もう本当にね、盛りだくさんなイベントになっておりますので、ね、もうお一人様でも大歓迎ですけど、ぜひ来てください。6月16日の沖縄那覇、前日は、純駆動書店さんで、トークショー&サイン会ありますので、もしご予定あったら、6月15、16、2連チャンでディープに行きましょう。沖縄那覇よろしくお願いします。はい。で、あと東京都内ではこちらがあります。どーん、千人ガズレレやっと代々木公園。アースガーデンというエコロジーのイベントの、に参加させて、毎年、今年3回目になるんですけど、もうちょっとね、いろんなテーマを決めてみんなで1000人ぐらいで歌おうぜっていうので、もうちょっとしたらここの YouTube で公開しますんで、とにかく日付だけ開けといてください。7月6日の土曜日、真っ昼間でございます。準備しといてくださいよ。今、この YouTube でお題をね、出しますんでね、よろしくお願いします。あと、本とかいろいろ出してます。グッズもいろいろ出してますんで、最新情報はガズレレ .com、ここにリンク貼っておきますね。これ、ホームページチェックしてください。そのリンク先にはですね、ガズのブログも書いておりますんで。いいブログ書いてますから、はい。で、リットミュージックの100曲入りの歌本も、まあ、予約開始、5月30日発売です。皆さん、盛りだくさんで音楽を楽しみましょう。やっぱりね、音楽聴くよりやろうが楽しい。よろしくお願いいたします。ガズレレでした。さよなら。